テンガ型は、ブリャンスク機械製造工場、ボロシロフグラードディーゼル機関車工場によって1960年から2000年まで製造されたディーゼル機関車。ソ連運輸通信省をはじめ、ソ連崩壊後の CIS 諸国、各企業の専用鉄道、ソ連国外の鉄道路線など世界各地に導入された。この項目では、テンガ型をもとに製造された。 関連形式についても解説する。1958年から製造されていたブリャンスク、機械製造工場製のロードスイッチャーである点1型に代わる高出力の機関車として開発、製造された形式。車体は点1型と同様フードユニットと呼ばれる主要機器が収納された部分が運転台の車体幅よりも狭い構造となっており、 運転台部分の側面は、視界の向上を図るため点1型で設置されていた、傾斜が配された。ディーゼルエンジンは、ペンザディーゼル向上性の PD1 型が用いられ、シリンダーの本数増加や大型化、回転機の速度上昇が図られた結果点1型から、出力が8 8 2 6ットに増強された。これを用いて、 GP-300A 型直流発電機を動かし、その電力で電動機を稼働させた。6機搭載された電動機の配列は、点1型から変更され、直列接続された3機によるユニットが2個、並列接続されていた。1960年から1961年にかけて試作車が製造され、試験運転が実施された。 その結果、電動機の冷気状態からの減衰が計画よりも低かった結果最高出力でも最大時速 37km までしか出せなかったことから1963年に製造された車両は電動機を ED-104B 型に変更し減速比についても試作車の4.53から0.1型と同様の4.41へと変更した。 また運転台の設計が変更され、クランクシャフトの回転位置の最適な数値を表示することができるようになった。その後、4年の中断を経て1967年から製造が再開され、以降は関連形式も含め1988年まで大量生産が実施された。ブリャンスク機械製造工場に加え、百六十八年から百七十九年までは、 ボロシロフグラードディーゼル機関車工場での製造も実施され、両工場間で部品の供用も行われた。製造の過程で、運転台、電動機、駆動装置の変更、総括制御や自動指導、停止装置の導入など、多数の設計変更が実施された。12から704、12から1732号機については、運転台の車音性工場や、 振動抑制のためゴム製のショックアブソーバーが下部に設置されたことで床面高さが増加しており、1983年製のン2から7244号機以降は、車体形状が工事する点2夕方と同型のものに変更された。ソ連国内のみならずモンゴル、アフガニスタンなど海外への輸出も実施され、特に ポーランドへは1974年から1989年にかけて標準機、後期双方の車両を合わせて430両が輸出され、そのうちポーランド国鉄が1976年以降導入した129両については SM48 系の形式名が与えられている。また、モンゴルでは車庫の入れ替えや小運転のみならず、計算、 四次列車などの国際列車牽引にも使用される。10A-348 号機に加え、ソ連国外の標準機にも対応可能な台車を備えた形式。1969年以降少量の製造が実施された。テーム 2M-022.2 型と同時期に開発、製造されていた1.5型をもとにディーゼルエンジンを コロムナ工場製の8気筒4ストローク機関である 6D49 型に変更した形式。1974年から1988年まで製造され、ソ連国鉄が導入した試作車1両を除き各地の企業が所有する専用鉄道で使用された。また1982年以降に製造された車両については口述する点に夕方に基づき車体デザインが、 変更された。点 2U-8405 車体形状が点2系の丸みを帯びたものから角張ったデザインに変更され、内部構造についても遮音性や断熱性の向上が図られたほか、機器や冷却装置も改良が加えられた。一方でこれらの変更により、車両重量は123.6トンに増大した。1978年に試作車が製造された後、 1984年から1989年まで量産が実施され、一部車両は標準機に対応した 102A 型の造備車として導入された。1978年に改造された102から1983号機を用いた試験結果をもとに、制度使用時の粘着力を高めた電磁吸着ブレーキを搭載した試作車。 1978年に一両が製造され、試験運転が行われたが、量産されることはなかった。天二型に用いられる発電ブレーキの改良を目的とした試験のために製造された形式。1981年から1985年にかけて三両が製造された。天二ウムマイナス580天二 U 型をもとに、機器の変更を実施した形式。 ペンザディーゼル工場により開発された HPDG4 型ディーゼル発電機により出力が1 0 0ワットに増大し、冷却水を用いた冷却装置や換気装置にも改良が加えられた一方、重量はさらに増加し126トンとなった。1988年から製造が始まり、ソ連国鉄やロシア鉄道のみならず、各企業の専用鉄道にも導入され、 2000年の10に生む -1084 号機まで1085両が作られた。発展形式として標準機に対応した105全2次型、回生ブレーキを搭載した10ニンと型が存在する。ハンガリーのウッドワードメガ社から提示された近代化プロジェクトに基づき、シャドリンスク自動集約工場による大幅な車体、機器の更新が実施された形式。車体は 新規に製造された機器室が収納されている部分の高さが低い。セミセンターキャブ型のものに更新され、運転台の防音、防振対策が強化されているほか、修理を容易にするため屋根は取り外しが可能となっている。運転台にはマイクロプロセッサによる自動制御、自動診断の結果を表示するディスプレイが設置されている。ディーゼルエンジンは、 カミンズ製の12気筒4ストローク機関である QST30L2 型に変更され、ウッドワードメガ製のイタグ -900-175 系発電機セットには、主電動機用発電機や整流機、補助発電機、冷却装置などがまとめられている。2017年以降、ロシア鉄道や各地の専用鉄道への導入が行われている。ポーランドに導入された系、 SM48 型に対し、ネバグによる大規模な近代加工時が施された形式。車体は新規に製造されたセミセンターキャブ型のものに刷新され、運転室は人間工学に基づいた運転台のほか、長時間の運転に備えた空調装置や流し台、冷蔵庫などが備わっている。入れ替え使用時の機関車の視界を広げるため、 車体にはカメラが設置されており運転台のディスプレイに画像が表示される。エンジンはアメリカキャタピラー製の 3512C 型となり、出力が大幅に増加したほか、補助電源装置として誘導電動機が搭載されている。また消火システムや燃料測定システムなど、安全性も考慮した設計となっている。2013年から改造が行われており、 標準機向けの 15D 型、後期向けの 16D 型が展開されている。また、PKP カーゴが導入した車両については、ST48 型という形式名となっている。103から001979年以降、生産が実施された形式。車体や機器の基本構造は、102U 型と同型であったが、台車の軸箱指示装置として、従来の軸。 箱盛りの代わりに、遠藤案内支給イングバネを用いたことで、天理型と比べて、動的特性が高くなった。試作車を含め1986年までに27両が製造された。多くの車両には管冷地での運用に備えた機器や、運転台の暖房装置が備わっていた一方、設置されていなかった車両のうち点3から019。 後機については D50 系ディーゼル発電機が試験的に搭載され出力が 993kW に増大した発展形式として1986年に一両が試作されたディーゼルエンジンを D49 型に変更した 103M 型が存在する102型をもとに高温多湿な熱帯気候向けに機器の改良を実施した海外輸出用の形式 1964年から1966年にかけて44両が製造されたが、キューバへ輸出されたのはそのうち40両で、残りの4両はソ連国鉄が購入し、天二2型と共に使用された。天十1 5から193手 M2M 型をもとに改良が行われた形式。元はキューバ向けの海外輸出用車両として製造されたが、大部分は、 ソ連国内の専用鉄道に導入された。1987年から1995年まで194両が製造されたが、コロムナ工場で作られていた 6D49、軽エンジンの生産が終了したことによりそれ以上の量産は行われなかった。1990年代前半、ブリャンスク機械製造工場は、ボロシロフグラードディーゼル機関車工場からの 技術提供を受け、102型と同型の車体と似て116型に導入されている軸箱盛りを用いない台車を採用した試作機関車を複数製造した。そのうち1016型は、エンジンは出力 882.6kW の 2D49 型を用い、1992年と1994年に一両ずつ試作された。 2017から001990年代に、試作された機関車の位置形式。エンジンは、テンニウム型と同様の出力を有する 1PD4 型が用いられたが、ターボチャージャーの位置が、テンニウム型と異なっていたほか、冷却ファンを稼働させるための、油圧機械式ギアボックスが設置されていた。1991年12月に一両が試作され、二両目として、 寒冷地向けのテン1 7 c 型の製造も検討されていたが、テン0ウム型の性能が安定していたこともあり、テン1 7型の量産は実施されず、油圧機械式ギアボックスなどの設備はそのまま、テン0ウム型の造備車に用いられた。テン1 8から017出力8 8 2 6ットの 1PDGE4A 型エンジンを用いた形式。1992年に製造された。 2018から001以降改良を重ねながら2019年現在も製造が続いている。ありがとうございます。